皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室の先生お悩み解決チャンネルのテーマは、お仕事として月商年商を上げたいがどうしたらよいかわからないということについてお答えしていきたいと思います。まずですね、私の本の方でも書いてるんですけれども、教室系とかだと目指すところのまず第一弾、おそらく月商20、30、このあたりが第一弾かなというふうに思っていて、次が月商50ぐらいですね。月商50ってことは年商大体600ぐらいになっていきますのでね、そこそこちょっと頑張ったなっていう感じですね。でさらに上を目指していくと、今度800、年商800、あと1000っていうラインが見えてくるんですけど、このあたりになってくるとちょっと高額の講座とかを持っていないと決まっていかない領域になるので、まずそうですね、ある程度のレッスン、普通のレッスンで回しながらなんやかんやと頑張って目指せるのは50までかなと思いますね。私レッスンの本当にそういう開業講座とかそういうのとかインストラクターとかその育てる講座を作らない状態で、80万とかがパンの時の一つの基準で、これをなんかちょっと高額のね、付加価値があるもので作ってればもっと楽にできたと思いますけれども、いわゆる普通のレッスンですね、1回8000円とか7000円とかそれぐらいのやつで回していくっていう感覚からすると80万ぐらいがマックスでしたかね。だからまずね、50とかね目指すっていうことをすると、20、30目指したい人と50目指したい人では動きが変わってきますので、まずその年商を上げたいってもしも思ってるのであれば、まず年商目標を決めることですね。それが500でもいいです、600でもね、分かりやすいからじゃあ600にしておきましょうか。600と12で単純に割ると50です。じゃあ50がね、どういう状態で作っていけるかというと、毎月50がコンスタントって難しいじゃないですか。多分お菓子とかパンとかの業界、お料理の業界って 1、2月、3月、4月、5月、6月ちょっと鼻つ下がって9、10、11、12ってこう上がっていくみたいな、そういうこう世の中の流れがある業界なので、後ろの後半の方が上がりやすいですよね。だから50平均値で作ってたら30とか40とかが、例えば2月、3月、4月とか6月か、あのあたりちょっと落ち込んで6、7、8とか落ち込んで90、11、12が70とかね、そういう作り方をして600っていうのが見えてきたりとかもするんですけれども、それをやるためにはじゃあ週何回やることができて、でクラス2回転できる先生と1回転しかできない先生とでは当然回し方がね変わりますし、1回に6人入れることができる教室を持ってる先生と3人しか入れられない先生とではまたニュアンスがね変わってきますよね。だからその具体的な数字に大きいところからどんどん落とし込んでいくと、毎月いくら欲しいのかが見えてきて、そのいくらに対してどういう活動すればそれができそうかっていうのを考えると、地味にね一つのハードル月商50かなっていうふうにね思ってますね。そこそこやらないと月商50にはならない。で同時にもう一つ気をつけてほしいのが、もちろん月商50っていうそこは目指してほしいんですけれども、どれぐらい利益残るかっていうのもねちゃんと計算しないといけないですね。材料をすごく良くしていろんな施策もたくさんやって、でいろんなことをオプションでつけて何かこれもお土産であげてとかいっぱいやってるとですね、当然その原価が高くなっちゃいますから、そこそこ値段がね取れてるクラスが作れたとしても、そこでお金を使ってしまうと結局なくなってしまいますよね。だから収益体質も作りながら同時に売り上げも上げていくっていう、それがねできないと多分ダメなんですよ。だから月商年商ね上げたいっていうふうに考える場合にはですね、その年商からまずいきますよね。でそれを月商に割ってって、でその月商を、週に割って、週を日に割って、日を2回転なのか1回転なのかとか人数で割っていってっていうと、どれぐらい人数入れないとそれができないかっていうのが見えてくるので、じゃあその人数を入れるための集客は何をすれば
来てもらいやすいのか、例えばそれがブログなのか YouTube なのか、まあ Instagram なのかとか、あのあたりはねどれだかよく分かりませんけれども、その得意分野のねところに自分の能力を注力していくっていう、それは必要になってくるんじゃないのかなと思います。なのであの手順としては具体的な数字に落とし込むっていうのが多分ね分かりやすい道筋を作るものと思うんですね。まずは数字を作る、でその数字を達成するためにまあどういう動きをしたら良さそうかっていうのを検討する、そんな順番が正しいかなというふうに思いますので、やみくもに動くことなくどうしたらいいんだろうっていうのをやりたい方はぜひそちらの方を参考にしてみてください。それでは。